少しずつこういう風にシンプルになってきましたね。そうですね、ここでまた菅森が絡んできます。自ら行くかカットインした、空いたところ、大谷のシュート、決まった、同点ゴール。杉森から大谷、素晴らしいコンビネーションを見せました、同点ゴール。町田狙い通りでしたね、素晴らしいですね。そうでした ね、手元の時計で後半19分、この一つ前の杉森選手に出たパスですよね、そこで少しねこう勝負あったみたいなところもあったんですけど、この仕掛けはもちろん素晴らしかったですし、シュートももちろん素晴らしいですよね。きちっとコース狙ってね。